お疲れ様です。成宮いつきです。普段はですね、大自然の中といえば、ザ・ハンター・コール・オブ・ザ・ワイルドで狩りをしているのですが、たまにはゆったり鳥でも観察しようではないかということで、今回は銃をカメラに持ち替えて、バーディングシミュレーターのデモ版を遊んでいきたいと思います。内容としてはですね、多分鳥の、写真撮影家のこの男性ですね、この主人公が、頑張って鳥を撮っていくぞみたいな感じだと思うんですけれども。どんな感じなんでしょう。早速やっていきましょう。We were living in a beautiful, lively place. ですね、このゲームですね、まだちょっと日本語の、インターフェースが一切ですね、実装されていなくてですね、商品化でどうなるか分かんないんですけれど、ちょっと私、英語がほとんど分からないので、内容を全く飲み込めていない部分が出てくると思うんですが、ご了承ください。字幕をね、つけられるようなところはつけていきたいなと思います。 Do you remember us wandering around the forest? Remember how we admired the nature around us? これ主人公ですね。 Remember when we slept in that tent in the middle of the clearing? すごい都会の男感がするな。都会の洗練された男かな。Factory construction has already begun in the forest. Large sections of the forest are to be felled for logging. ダイアナさんからルーカス君へお手紙と。今のお手紙、めっちゃコップの跡ついてたけど大丈夫かな。割と存在な扱いをされてるな。And what about the air and water pollution levels? And the noise? How are the animals supposed to survive with their habitats suddenly gone? 今この本当に字幕がないので何言われてるか一切わかんないんですけれど、おそらく土地開発の手がこの森に迫っていて、でそれをなんとか阻止するためにこうルーカス君にこの野生動物たちの写真、鳥の写真を撮ってもらって、こう説得材料の一つを作ってほしいみたいな依頼をしてきてんのかな、ダイアナさんがね、という感じだと思います。おそらくそこまで大きく間違ってはいないでしょう。多分さあそろそろ始まりますかね。始まった。まだムービーですね。すごいシルバーリッチピークスみたいな。あ、聞こえてる。なんかオープニングのデカボイスに対して君ら声控えめだな。あとでちょっと音量変えますね。まさかこんな控えめな声になるとは。そしてオープニングのクソデカボイスが一切音量変わらないとは思わなかった。一回ですね、テストでオープニングムービー見てるんですよ。でそれでボイスデカってなったんで音量を調整したはずなんですけど、まさかムービー関係ないとはな。はい、というわけでインベントリが I で開く。で、左上がタスクですね。レッドクロスビルのことをお勉強しろっていう感じですかね。で、I がインベントリで。これがなんか、また、なんだろう。レンズだね。これ、こっちってこと？これいいのかな？で、これは？あ、こうなのか。で、これはここに入れてもよしと。なんか、バイオハザードみたいだな。で、何番だっけ ?2 番？あ、違うわ。これじゃないな。3番か。そうだね。3番で、で、これで F をホールド。お、できた。で、写真を撮ると。こうかな。2番で、これと、多分これが基本のやつで、いわゆるライフルで、こっちがショットガンなんじゃないかなって思うんだけど、そうだね。そうですね、おそらく。こっちの方が距離が遠いや。
じゃあまあ最初はライフルで行きましょうか。遠いしね。よいしょ。よ。こう？フォーカス。こうか。あ、へえ、かわいい。いいですね。すっごい赤いな。で、こうと。お、飛んだ。飛んでったね。うん、で、次が？ファインドルックアウトタワー。はいはいはい。展望台を見つけるやつね。で、ちなみに、しゃがみ、ああ、右が隠蔽ですね。ただ、伏せがないな。伏せがなくて、で、右が、ああ、はい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 。了解了解。わかりました。理解。理解の早い女。なぜならザ・ハンター、コール・オブ・ザ・ワイルドを履修しているから。向こうの方とかにもいるんだな。で、基本は、双眼鏡でよしと。じゃあ、とりあえず、あっちのタワーの方まで。おー、なんかでかいのがおるな。蝶はそこに止まっていいのか？君、絶対なんか、空間に止まったよな、さっきのやつな。こいつね。で、蝶とかは別になんか、そういう対象じゃないんだな。うん、じゃあとりあえずあそこまで走っていきましょうか。お、ちょっと待って。あそこに見えるわ、もしや。ちょっとちょっと、お嬢さん。あら、多分、アカシカのメス。あ、ちょっと待って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 。あそこにもなんかいるじゃん。いや、ちょっと、わかんないな。いるよね、多分。キツネかなんかいるよね。あ、キツネだ。一生こっちにピントが合ってんのよ。絶対あれキツネだよ。だいぶキツネだよ。うわー、あ、座ったね。あとあれだね、あの鳥以外はそのなんだろう、価値あるものとは認められていないんだな、このゲーム。ごめん、すごい言い方が良くないんだけど。じゃあ改めて展望台の方向かいましょうか。Hey, I see the observation tower. I wonder if the view's any different. なんか怒ってるっぽいな。Why? Is there anyone who cares? なんか10年ものの、なんか、展望台で、なんかぶっ壊れてるところがあるんだけど、修理ができてないみたいな、そういう感じなのかな。言ってる内容としては。わからんけど。うん。すごい、ルーカスくんが、あーみたいな反応してますね。ギャリー君って人が出てきましたね。ここがなんかあれかな。壊れているところなのかな。よいしょ。ちょっとあの目がくるくるするかもしれませんが、ご了承ください。で、アクティベート、タワーはないからマップか？マップだな。うん。なんかいる？なんかいるわけじゃなさそうだな。うんうんうん。で、これなんかカメラとか覗いてるときは字幕が出なくなっちゃうんだな。理解。ふんふんふんって言いながら何言われてるか一切分かってないんですけど。じゃあ、次はあっちか。あ、わわわわわわわ、あそこいるいるいる。あーら、立派なオス。ちょっとあれ取ろう。タタ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 。これ以上フォーカスどうにもなんないな。
これが限界だね。なんかいい感じになんないかな。あ、これじゃない、ここじゃない、こっち向いて、そっち行かないで来ないね、こっちね。あ、うさぎだ、うさぎだね。ぴょんぴょこ飛んどる。てわけで、じゃああっちのキャンプの方行きましょうか。はい、というわけで、キャンプに着いたんですが、ルックアラウンドキャンプと、おお、ゲットロスト、ツリーハンガーズ。ツリーハガーズかわかんないな。でもなんか、うせろって言われてるね、多分。スタッシュ、あ、しゃべり出した。I've found a message. Get lost, tree huggers. A threat? I'll talk with Gary. And what can he do about it? I know you're not fond of him, but Gary has connections. He's a friend with our sheriff, too. I'll call you when I find something out. In the meantime, check out the functionalities of the camp. Someone's gotta do it. まあなんか、誰かがなんかしたんやろなーって感じのやつですね。アクティベートキャンプってどうしたらいいんだ？外か？なんかどっかに、旗的なやつはでもないんだよなー。うん、違うよね。これは？あ、これだ。オッケー。いいね、焚き火ある。これ夜になんないかな？夜になったの見たいよね。急に高校の話してんな。アーバンライフスタイル？は？つって。ちょっと揉めんのやめてくれる？Even if you manage to find a new species, the bird could just fly away. What do I do then? Let's find a bird first. Try to catch any calls. はい、鳥が歌い出す。Now that's quite a loud singer. It must be a red-bellied woodpecker. That's a very distinctive call. You can distinguish them by their calls. Red-bellied woodpecker. Hear that? That sound is typical for the red-bellied woodpecker.You can actually learn that? レッドビリードウッドペッカーすら聞き取れないわすごいペッピーウッドペッカーみたいな、ね、おっと冗談だろみたいなこと言ってんね。 okay, I got it. Someone's gotta do it. なんかそこそこ無茶なことを言われたのかな。さあレッドビリードウッドペッカーをお勉強しましょうという感じになりましたが、森の中に入った方がいいのかな？なんだろうね。なんか、割と無茶なことを言われた臭いんだけど。こっちでいいのか？なんかこっちとかにもいるね。とりあえずまあ見ていこうか。3番で？いや、でもいないんだよ。あ、いた。これは？ちょっと勉強し損ねた？もう飛び立たないでくれ。とにかく探すしかないな。まあこんだけね、森がたくさんあれば、森がたくさんあれば、木がたくさんあれば鳥もいましょうやって、見てみましょうか。なんかいた。あ、ここか。おい。なんだろう。ロシートスプーンビル。スプーンビル。ヘラサギかな？多分、そうだと思う。そうだね。多分、くちばしの話だよね、スプーンって。だいぶ確かにスプーンみたいなくちばしにはなっている。あともう一羽鳴いてたの何だったんだろうな。まあ、とりあえず目的のレッドウンチャラウッドペッカーではないと。
どういう鳥なんだろうな。だいぶなんかね、最初にあのパシャった鳥と同じぐらい小さい鳥なのかなっていう印象はありますけれど、なんか鳴いてる後ろ、いや、わかんないな、これいませんね。まあ、とにかく根気強く探していきましょう。いかんせん、あれだね、動物と違って、いつもね、ザ・ハンターで相手にしている動物たちと違って数倍小さいですからね。一番でかくて多分七面鳥サイズでしょ。なかなか難しいんじゃなかろうか。トラックって何なんだろうな。この辺とか適当に見てても見つかるかな。いや、わかんねえな、これは。あ、なんかいた。お、なんかいる。ホワイトウィングドクロスビル。違うね、白だね。まあ、でもこうやって適当にやってても見つかるときは見つかるということが分かりましたね。とはいえこれは画面が酔うな。だいぶね、酔っちゃうね。うん、バードトラッキング。なんか分からんけど追うことができるのか？ハウスフィンチ。なるほどね。で、寝てる状態と。フィンチはなんか聞いたことあるね。なんか、あの、水牛かなんかの血をついばんでる映像を見たことがあるわ。傷口からね。あ、なんかでかい鳥がいる。どっか行っちゃったな。あ、いた。あ、え、あれ、わしじゃない？あ、違うわ。え、何？いや、そうだよね。フォークだよね。フォークは鷹か。うわぁ、スタディできない。あ、できる。かわいい。イーグル。わしですね。東北楽天。よいしょ。これさ、取ろうよ。全然目標と関係ないけど。この子なんですけど。おお、いいね。なんかもうちょっと近づけないかな。で、あっちにもなんかいるんだよな。どっか行っちゃった。あ、あれだ。え、違う。え、どっか行った？やばい。鳥あっという間にどこ行ったかわからんなる。やばいね。トラック、あそこか。ホワイトウィングドクロスビル。じゃ、違うね。なるほど。一遍なんか、あの、見たことあるやつだと、鳴き声聞いてそれをトラッキングしただけで、どこにいるかわかるし、多分、時間内だったら、何？ハイライトがずっとされたままになるんじゃないか？間違えた。あそこにいるね。わからんやつだ。あそこにいる。あ、いた。スタディできない。あ、これ奥にいるのか。なるほどね。奥にいるな。困ったね。ただこのトラックは使えるね。なるほどね。知ってる鳥か、知らん鳥かがわかるんだ。いやー、ずっとそこにいてくれんかなー。ちょっと無理だよねー。どういう休み方をしてんだ、あの子は。もっぺん、ずっとそこで泣いてて。一生、一生そこで泣いてて。あ、いける。あー、そのまま、あー、嘘。まあ黄色だったからいっか。
レッドではない。うわー近かったね。鳥むず。でもあそこまで近づけるのはだいぶ良かったんじゃない。あ、いた、いたわ。あ、やっぱさっきの赤頭のやつじゃん。どこ行ったかわからん。でさ、今あの探してる時にふと思い出したんだけど、ウッドペッカーってあのあれじゃない、キツツキじゃないという情報を今ふと思い出した。どこ行った。もっぺん泣いてくれんか。泣けば居場所がわかるんや。わからない、完全にどっか行ってしまったな。ただあの頭のてっぺんが赤い鳥っていうのは分かった。なんかカートゥーンにさ、ウッディウッドペッカーっていうキャラクターがいたんだよねっていうのを思い出しながら、ずっとさっきもカットしてますけど、カットしてますけど歩いてました。あそこらへんか、違う、ん、いやこの木で合ってるはずなんだよな。だよね。あ、やっとピントが入った。え、やっぱ位置的にはこの木のはずなんだよな。わからねえ、飛んでった、飛んでった臭いか。あ、いた、いたわ。 OK。 あんなんでいいんだ。なんでこれいいの分かんなかったんだろう。あ、今なんか向こうにいましたね。シオダーディテール J で、ああなるほどね。うん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 。OKOK。これはあれか、ミッション詳細ですね。ちょっと何書いてあるかわからないですが。で、これが他のオーダー。本当にいいのか、本当にいいのか。あーなるほどね、本当にいいのか。これは多分見つけた時のやつだな。あーさっきの写真だ。なんか言われてるけど全然分かんなかった、ごめんね。ずっとオーダーを見てました。うんうんうん。クライアントに写真を、こっちの方がいいんだ。え？ん？どうやって送るんだ？あ、これ今まで見たやつね。F。あー、なるほどね。こうやって、こう、ランク分けされるんだ。これ B プラスなんだって。で、やっぱり鳥以外の、あ、でもそうでもない。鳥以外の動物でも評価をくれることはある。あ、なるほど。どういう感じなんだろうな。え、どうやって送るんだろう。これか。Take photo of red bellied woodpecker with atlas C。 いや、でもだったらこれ、あ、そっか。これ両方とも F 判定なんだ。グレード C のやつを送れと。で？あ、これは
あの、わしのやつね。はい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 、はい。なるほどね。遅れるのは、C からということですね。次は、これ、あ、そういうことか。多分、何でもいいと思うんだ。何でもいいんだけど、グレードは C 以上じゃないとダメだよと。じゃあ、この辺で、水辺だからいい感じの子いないか？あ、いた。これまだだね。はい。パラロープ、わかんないね。よいしょ。お、また1羽。これだな。こっち向いてー。こっち向いてー。あとこいつ。埋まってんな。めちゃめちゃ埋まってましたね、今ね。なんかもうちょっと近づきたいけど。あれは？あ、レッドピリードウッドペッカーだ。奥だな、多分。これ以上近づくの無理かな。お、いいんじゃない、今の。わー、ちょい、これトラッキングの効果か。無理だな、あれが限界だったね。まだそこにいるのか、そして多分これ奥だよね。よいしょ。いや、違うわ、ここにいる。え、しかも知らない鳥だ。さっきウッドペッカーだったよね、サンダーリング。へー、知らん鳥だわ。違う違う、2番2番。ただちょっとこれはどこにいるかわからんのでは。地面にいんだよな、これ。あそこでずっと泣いてんね。多分この辺にいるはいるんだよな。ただ一生見えない。んー、難しいね。さっきの写真どうだったんだろう。あ、でもオーダーはこのなんか3羽なんだ。なるほどね。あ、しかもこれさっき撮ったのは A-A-ね。了解了解。そしてトラッキングの帯も入ってしまう。つうことはおそらくここで待っていても意味がないんだな。じゃあもっぺん森の方を行ってみましょうか。お、アメリカンゴールデンプラウバー。あ、あいつじゃない。え、どこ、このカメラ手にした瞬間どこにいるかわからなくなる現象。え、マジでわかんないんだけど。いるよね。いないよね。マジでカメラ手にした瞬間永遠にわかんないんだけど。こうなのか。あれだ。オッケー。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとこっち。そう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 。いいねいいねいいね。いいと思うよ。あー、そんなにちっちゃいんだね君ね。いいね、その小柄さ生かしていこう。
可憐なお花とツーショットだ。もうちょっとこっち、こっちこっち、そう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 、いいねいいねいいね、いいよ君、めちゃめちゃいいと思うよ。そう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 、バッチリ。あーごめんごめん、私が悪かった今のは。もっぺんもっぺん、はい、カモン、いいんじゃない、これもクライアントさんニッコニコなんじゃない、これはもうニッコニコでしょ。もっぺんもっぺん見せなくて、あー飛んじゃう、飛んじゃったね。いやでもこれはいいんじゃない、これか、あーバッチリじゃん、いいね。いやもうこれはバッチリバッチリよ、最高。キュート、世界一かわいい、お前が一番、やばー、天才なんじゃない私も、これがいいな。はい、あ、へえ、ウォーキング中だとプラス300とか入るんだ、はん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 、オッケー、じゃあこれを送ろう。はい、これでいいよね。あ、で、3種類分送らなきゃいけないのかな、これは。多分そうだよね。なるほどね、こうやってお金を得ますと。これ、他のやつも送っていいの？あ、違うわ、なくなった。あ、で、ニューオーダーが入るまでは、8分ほどかかりますと。で、ハドソニアンゴッドウィットっていうのが今まで一回も起きてないんだよな。了解。じゃあ探しましょうか。終わった。おー、終わりましたね。オッケーオッケー。
ミッションがこれでコンプリートになりました。はい。で、ですね、あれから3、40分ぐらい経ったのかな、わかんないんですけれど、結構ね、いろいろ取りましたと言いたいところなんですが、そんなに種類は多くはないです。ただね、結構拙者する瞬間がありまして、かなりね、近い位置で、まあ、望遠レンズを使ってですが、結構10とか20とかそれぐらいの距離で、トリガー取れていたり取れなかったりしています。これね、結構ピントが合えばなかなかいい写真だったんじゃないでしょうか。ここまでね、でもわしに近づけたのいいよね。これとかはこれ結構いい感じに撮れてるな。そんなにシステム上の評価は良くなさそうだけど、はい。結構他にもいろいろ近い位置で撮れた子とかいるのでね、はい、これはダメだったね。なかなかこの子に近づくの難しいですね。これもちょっとダメなやつか。でもこれ可愛いですね、やっぱりね。はい。あと、こっちか。違うわ。ミッションだ。オーダーがですね、このストリートサンドパイパーがですね、なんか、どうもね、地面にいることが多くて、なかなかね、見つけはしたんですけど、写真はちょっと一番も撮れていないという状況です。いやー、結構ね、 まだえらい近いところにいるな今飛んでいったの。そうですね、やっぱりなかなかね、鳥というだけあって小さくて見つけるのも難しく、かなり鳴き声とトラック頼りの探索にはなりますね。はい、じゃあこれぐらいにして戻りましょうか。はい。というわけで、今回のゲームはバーディングシミュレーターでした。なかなかね、すごい、こう、探すのがね、渋いというところはあったんですけれども、ザ・ハンター・コール・オブ・ザ・ワイルドをやっているプレイヤーはなかなかちょっと、ぐっと来るところがあるんじゃないでしょうかと思います。本当にね、見つけて、いい感じの写真が撮れた瞬間のテンションの上がりを、私天才感、すごい気持ちいいので、ぜひ一度遊んでいただければと思います。まだね、デモ版ですし、開発もどんどん進んでいる状態ですので、製品版として、ちゃんとね、世に出てくるのも楽しみですね。はい。では今回はこの辺で、もしね、面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価していただければ嬉しいです。また製品版になったらね、バーディングシミュレーター配信でもやってみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。失礼いたします。バイバーイ。なんかでかいのが降りた。あ、わしさん、お食事中ですか？いいっすね。かわいいですね。あ、ちょっとちょっとちょっと、あなた。いいですね、そのお顔。勇猛。勇壮ですね。もっぺんこっち向いていいですか？こっち向いてもらっていいですか？あー、しりー。